おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょうか。はい、前回から引き続き撮っております。やっとテンションがね戻ってきましたよ。私のもう死んでたもんねあんなにボロボロ涙出ると思わなかったよ。もういやだってさ、まあ今までのねわさびゲームさんからしたらさ、まあ誰かが死んで当たり前かみたいな感じだったけど、だってね今回に関してはさ誰一人としてまだ死んでなかったわけだから、いやキスケくん死んじゃったんだと思ってすごいショックだったけど、よかった生きててよかったー。ということでじゃあなんか浄化されたけど絶望プリズンに連れて行かれるような感じだったんで、早速消費して進みましょうか。どうなるんだ、ここは、で、いてて。いきなり何なの？どうやら、絶望プリズンに連れてこられたみたいですね。一体、どうして？あ、見て、あそこ。あれは、キスケくん。キスケ！みんな、キスケくん。よかったです。本物のキスケだ。そうか、俺は今まで本当にすまなかった。もういいんですよ、謝らないでください。そうだよ、キスケの抱えていたことも全部わかったし、みんなで支え合うのがオカルト部なんだから。うん、みんな本当にありがとう。ったく手間かけさせやがって。これでキスケくんも戻ってきたことですし、オカルト部完全復活ですね。そうね。じゃあ早速みんなで復活パーティーをと行きたいところですが、一体どうして絶望プリズンに連れてこられたんでしょう。そうだね、もうキスケくんの浄化は終わったはずなのに。コツコツコツ。はーい、ご苦労様。どうも皆さん。ねえコヒコ、それに挙動、ねえなんで私たちここに連れてこられたの。それはいつも通り信行の記憶を戻すのと、お前らに感謝を伝えるためだ。感謝。はい、これでドッペルゲンガーはほぼ全て退治できました。おめでとうございます。今までよくやってくれたな。これでドッペルゲンガーの事件はもう起きないってこと。なあ、多分な。じゃあ信行くんの記憶は。ああ、今回で全ての記憶が戻るはずだぜ。本当？よかったですね、信行くん。まあ、すべてを思い出すときだぜ。うん。パチン！相変わらずビンタされた音！その瞬間、俺は急にめまいがして、その場に倒れた。最後の過去か。ここは、どこだ？まるで施設のような。あそこに誰かいる。ブツブツ。やだ、もう誰とも関わりたくない。あんなに信じていたのに、人は平気で裏切る。これは俺の記憶なんだよね。それじゃあこの人は一体。人は平気で見捨てる。それならもう誰とも関わりたくない。もう人とのつながりなんて俺にはいらない。俺はずっと一人でいいんだ。この声、それにこの絶望感、
覚えがある。そうか、俺があの事件をきっかけに友達を信じられなくなって人との関わりを捨てたんだ。信之くんのビジュアルが解禁されてしまった。帽子、もうどこから突っ込めばいいのかわからなくて帽子ってとりあえず言っちゃったけど、黒マスク、前髪長い、今のは信之くん、大丈夫？さあ、今ので全ての記憶が戻ったはずだ。あれ？ってことはやっぱり信之くんはドッペルゲンカーなんじゃないかな。あららららららら。信之くん、本当ですか？うん、全てを思い出したよ。それで自分が何者か分かったの？それは今思い出した記憶の中に人との関係に絶望して引きこもって怯えている少年が見えたんだ。怯えている少年？それって一体？俺はじゃねえ、これ彼だ。彼は怯えながらずっと一人でいいとつぶやいていた。とても辛い経験をした彼は人との絆に絶望していた。おい信之、それって？その少年の顔は俺だったんだ。はあ？それってどういうことですか？俺はその少年のドッペルゲンガーなんだ。今なんて？嘘だろ。やっと思い出したようだな。そうです、あなたは最初ここに来た時からドッペルゲンガーだったんですよ。そんな次は信之がドッペルゲンガー？本当なの？うん。でも一体どういった理由でドッペルゲンガーに？それは俺は中学の時親が転勤族でいろんな学校を転々としていたんだ。だからあまり仲のいい友達ができなくて、でもとある学校でまさきくんという子と仲良くなったんだ。その子は活発でリーダー気質な子で、いつも仲良しメンバー数人で遊んでいたんだ。いつものように遊んでいたある日、俺たちは修学旅行で見た焚き火を真似しようってなったんだ。焚き火？うん。ちょうど学校の裏山に洞窟があってさ、ホラー穴でした。ずっと私ホラー穴のこと洞窟って言ってたかもしれん。そこに落ち葉を集めて火をつけて願いを書いた紙を燃やそうって。当時の俺は子供だけで火で遊ぶのがなんとなく怖くて、一人ホラー穴の外で待ってたんだ。そしたら中から煙と助けを呼ぶ声がして急いで見に行くと、みんなが倒れていたんだ。一酸化炭素中毒だった。そんな、それニュースで見たことがあります。うん、かなり悲惨な事件だったから全国で放送されたはずだよ。結局その事件では2人が亡くなり、俺以外のまさきくんを含む3人は助かったんだ。俺たちはその後警察に取り調べを受けたんだけど、そこでまさきくんが焚き火をやろうと言い出したのを俺のせいにしたんだ。
そんな。彼の親は市議会議員だったからね。親には迷惑をかけれないし、とっさについた嘘だったんだろう。生き残った二人の子たちも、まさきくんに口裏を合わせて、俺が首謀者だと嘘をついたんだ。俺は、大人たちに責められた。必死に訴えたけど、誰も俺を信じてくれなかった。ひどい。信行くんは悪くないのに。じゃあ、信行のその腕の火傷の跡は？その時、ホラー穴でみんなを助けようとした時の傷だよ。そして、初めてできた大事な友情に裏切られた俺は、人間不信になり、他人を信じられなくなった。学校へも行かず、引きこもって、とにかく全ての人との関係を絶ったんだ。そうして、人とのつながりに絶望し、俺というドッペルゲンガーは生まれた。これが、俺が生まれた理由だよ。そうだったのね。お前は助けようとしたのに、ダチに裏切られるなんて、ひどい話だな。信行くんの過去に、そんな悲惨なことがあったなんて、かわいそうすぎるよ。あのさ、信行くんがドッペルゲンガーになった理由は分かったけど、信行くんがドッペルゲンガーだとしたら、一体どんな悪さをしていたの？え？だってほら、ドッペルゲンガーは必ず何か悪さをするはず。ああ、そうだな。ドッペルゲンガーは自分の絶望にまつわる悪さをする。でも信行くんは何も悪いことなんてしていません。確かに。いや、このドッペルゲンガーも例に漏れずちゃんと悪さをしていたぞ。でもそうは言っても何も心当たりが。何もしてないよな、信行。うん？どうやら自分の口では言えないようだな。まあそれもそうか。お前がやろうとしている悪さはたちの悪いものだしな。たちの悪いもの？俺も今わかったんだ。俺というドッペルゲンガーがやろうとしていた悪さ、それはみんなと過ごしてきた記憶、友情や絆を全部失うってことだったんだ。絆を失う？どういうことですか、それ。こいつを浄化するとこいつにまつわる記憶が全部なくなっちまうんだよ。それって、信行本人も、そしてお前たち全員も、信行のことを全部忘れちまう。なんで？なんで？なんで？そんな。それに、こいつの本体はお前らの町からはずっと遠くに住んでいる。再び偶然出会う可能性はほぼ 0% だ。じゃあ、このまま信行くんが浄化されると。まあ、お前たちは二度と再会することはないだろうな。そんな。どうして？友達を突然失うって辛いよな。心が張り裂けそうだよな。そう。その友達を失う辛さをお前たちに感じさせることこそがこいつがやろうとしていた悪さなんだよ。人とのつながりに絶望し、過去に友達に裏切られ、友達を失うことの絶望をよく知っている、こいつらしい悪さだよな。やだ、忘れたくない。せっかく友達になれたのに。まちさん、
そうだよ。これでさようならなんて絶対に嫌。せっかく友達になれたのに、そんなの悲しすぎるよ。おい、信行。お前の狙い通りになったな。お前らは今までこいつと一緒に学園生活を過ごしてきて、互いに悩みを分かち合い、徐々にかけがえのない大切な存在になっていった。だけどまあ、信行、お前もバカだよな。こんなことして苦しいのは周りだけじゃない。お前も辛いだろ。うん、そうだね。本当の俺はいろいろなことがあって、人とのつながりなんていらない、ずっと一人でいいんだって本気でそう思っていた。でもこうしてオカルト部のみんなと出会えて、一緒に日々を過ごしていくうちに、それが楽しくて幸せで、自分がずっと忘れていた人とのつながりの良さを改めて気づかされたんだ。信行くん、ごめん。みんな本当にごめん。俺はみんなを忘れたくない。みんなともっともっと一緒にいたい。せっかく仲良くなれて、やっとできた友達だったのに、なのに消えなくちゃいけないなんて。みんなのこと忘れなくちゃいけないなんて。信行くん、そんなの僕も嫌ですよ。オカルト部のみんなでやりたいことがまだたくさんあるんです。それなのに信行くんがいなくなったら、もうオカルト部のみんなではなくなってしまうじゃないですか。シロ、信行、私あんたのこと忘れたくない。ずっと覚えていたい。マチさん、私だって嫌だよ。ルイくん、信行くん、もっとあなたと早く友人になれていればよかった。こんなのあまりに早すぎるわ。まだ私を助けてくれた恩返しだってできていないじゃない。フミさん、てめえ大事な立ち泣かして本当にこれでいいと思ってんのか。勝手に記憶消すとかふざけんじゃねえぞ。しんのすけくん、信行、お前がいなかったらこのメンバーは集まってなかった。お前が俺たちを引き合わせてくれたんだ。だからお前なしじゃオカルト部とは言わねえんだよ。俺はこれで二度とお別れなんて絶対に認めないからな。俺は絶対にお前を思い出してやるからな。キスケ。さて、そろそろ浄化の時間だな。ちょっと待ってください。何か信行くんを浄化しないで済む方法はないんですか。それは無理だな。どうして。もうドッペルゲンガーの正体も動機も分かっちまった。こうなった以上、ドッペルゲンガーは浄化しなければならない。それが絶望プリズンのルールだからな。そんな。
んなのってないよ。そうだ。写真撮ろうよ。でもこんな時に。こんな時だからだよ。信行と一緒に写真を撮っておけば、記憶が全部なくなっても信行のことを思い出す手がかりになるかもしれないじゃん。賛成です。ぜひ撮りましょう。シロ、ほら皆さん笑ってください。せっかく写真を撮るんですから。こんなのいつものオカルト部じゃないですよ。僕たちはいつももっと笑っているじゃないですか。そうだな、みんな笑おうぜ、いつもみたいに。みんな。はい、じゃあみんなこっち見て。しんのすけ、あんたもっと真ん中に寄りなさいよ。ああ。ふみちゃん、もうちょっとだけ笑おっか。こうかしら。うん、かわいい。それじゃあタイマーつけるよ。はい、スタート。るいちゃん、早く早く。私ここでいい？うん、もっとこっち寄って。うん、みんな笑顔ですからね。ふみちゃん、ちゃんと笑顔キープできてる？多分。しんのすけ、どこ向いてるの？俺は別に。ちゃんとカメラの方向かなきゃダメですよ。ちょっとこれちゃんと入ってる？もっと近づいた方がいいんじゃ。あ、でももう時間が。あ、みんなありがとう。俺はみんなと出会えて本当によかった。もしまた出会えた時にはさ、俺をオカルト部に誘ってよ。またいつか会おうね。ノーマルエンド。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。制作スタジオわさび、実況きなぴよかっこす。アンケートのお願いが出てるね。もうとりあえずはこれで絶望プリズンの実況は一旦終わりたいと思います。人との絆の大切さを本当に実感するゲームでしたね。私もこういう風にかけがえのない仲間と一緒に過ごしていきたいですね。ダメだ、薄っぺらい言葉しか出てこないけど、もう本当に最高のゲームです。絆ストーリーでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。